はい、えーっと、今回は AMADA、えー、からかける初段に必要な体調感考え方、テクニックの0というものをね、えー、販売、発売開始しました。えー、というところで、えー、まず、このなんで、えーまあ、今まで1と2が出てると思うんですけど、まあ、なんでこの0にしたかっていうのは、えーまあ、そもそも、そうですね、自分今回これ、無料で出版しようと思ったんですけど、 なんか、いざ無料で出版するために、まあ全部書き終わって出そうとしたときに、なんか最低金額の部分が、いやゼロにならなくて、最低、一番低い金額が99円だったんですよね。なので、今回無料で読んでいただこうかなと思ったんですけど、無料で販売できずに、まあでもまあ仕方ないので、まあ一番低い金額の99円で販売することにしました。なので、まあ、 今までの1、2とは違く、無料で販売したいということ、なんか別のものと考える上で、まあゼロにしたという感じですね。で、まあなんで、まあ今回無料で、まあそもそも無料にはならなかったんですけど、まあ無料で販売しようとしたのかというとこですけど、えっとまあ、そうですね、まあアマチュアの本を買うのって、まあ正直怖い部分があると思うんですよね。まあプロの本とかだったら、まあまあ、 そうですねまあ大丈夫だろうなとすごいいい本なんだろうなと思って買うと思うんですけどアマチュアの本さすがに無名ですしね怖い部分があると思うので今回その無料販売してアマチュアの本でもちゃんとしてためになるんだよっていうのを皆様に伝えたいなと思ったんですけどまあ こ回無料にはならなかったんですけども、まあ99円。まあ一番最低金額で販売したので、もしよかったら買っていただければいいかなと思います。え、まあ内容としては、まあいつもの通り、まあ2級から、2級の方は1級に、まあ1級の方は初段に、まあそういう感じで、まあそうですね、まあレベルアップするために、まあ必要なこととか、まあ考え方とかですね、をまあいつもの通りに書いております。 まあそうですねまぁ、あ、今回は少子流の終盤術についてはまぁ、あ、ちょっとしか書かれていません、えー、まあそうですねまぁ、あ、ちょっと今回はそもそもまあ無料でまぁ、あ、どういう内容を書かれあのアマチュアの方はどういう内容を書いているのかっていう部分を見ていただきたかったのでまぁ、あ、構成としてもそうですね、まあ、左耳の対向かい飛車のみとなっておりますまあなんか少ないなぁとまあ感じると思うんですけど、まあ、そういう方はあの五百円の,あのまあ、まあ だからからけるの1とか2とかを買っていただいた方が得なのでまあちょっと足りないなと思うのでまあそういう方は12を買っていただいた方がいいかなと思いますそう、まあ、この本はそうですね、まあ、90まあ安いということでそのやっぱ最初から500円あっちの本買うのは怖いなっていう思う方向けかなと思います まあ少なくとも、まあ、別その1とか2の本とかと、まあ、全く同じこと書いてあるわけじゃないですし、まあ、別のことを書くようなことは意識しました、まあ、今回としては拠点の重要性やリスク管理、まあ、将棋においてですけど、まあ、拠点の重要性とリスク管理についてえメインで触れているかなと思いますなので、まあ、今回そうですね、まあ、やっぱりアマ,チュア,の子がアマチュアの本が怖いなとか思う方はぜひこの 本から入ってみてはいかがですかという感じですね。まあ、そうですね。まあ、1に買っていただいた方でも、まあ、この本読んでいただければ、まあ、1にとは別の内容なので、まあ、ためになるとは思います。なので皆さんよかったら、えー、ぜひ、まあ、概要欄にリンク載せておくので、 よかったら概要欄から飛んでいただければいいかなと思います。まあ、ただ重要なところとしては、まあ、内容が少ないかなと。まあ、1、2と比べれば内容が少ないというところがあるので、まあ、内容多い方がいいなと思う方は、1、2を買っていただいた方がいいかなと思います。では、ここら辺で終わりにしたいと思います。 ご視聴ありがとうございました。お願いチャンネル登録のところでチャンネル登録できますのでよかったらお願いします。おすすめの動画というのもありますのでぜひご視聴ください。概要欄に私の出筆した電子書籍のリンクがありますのでよかったらそこから飛んでいただいて買っていただいたら本当に嬉しいです。